しょうがない、アジンの世だし朝子姉に連絡を。おっと何をするんだ。驚いた顔しているね。まあいきなりこんな風にされたんだから、そりゃ驚いた顔もするか。あんたをはめたのさ。どういう、こうして二人きりになってエルフたちからあんたを奪うためにね。これが私の本当の姿さ。ダークエル。おや、よく知ってるじゃないか。おい、やめろって。動くんじゃないよ。